結納金詐欺とは、将来的な結婚すなわち婚約の成立を、確約する意味で品物などを取り交わす習慣につけ込み、相手から金品を左取すること、またそれに関連するトラブル。結納の起源自体は4世紀から5世紀頃、仁徳天皇の時代にまで遡る。室町時代に入ると、釘や武家に広まり、小笠原流や伊勢流などに体系化されていくが、江戸時代に入る飛ぶ氏が、 支度金目当てで、名主や商人などと、婚姻や養子縁組を行うことが増えた。幕府は支度金目当てで、婚姻や養子縁組を行うことを禁止したが、養子規制を緩め、江戸時代後期には、商人などの資産家の次男以下が、持参金を持って武家に養子に行って、武士身分を得るという持参金養子が、盛んになり、私分の取得を容易にしたという経緯もある。明治以後は、 庶民の間にまで遺納が広まったこともあるが、遺納における、犯外資監修を利用した、詐欺等のトラブルによる、弁護士への相談も起きている。判例によれば、遺納とは、多実婚姻の成立すべきことを予想し受受する一種の、贈与、婚姻の成立を確証し、合わせて、婚姻が成立した場合に、当事者内視当事者両家間の定義を厚くする。 目的で授受,受される一種の贈与を言う。有能の法的性質については、一種の明かし役手付けであるとする、手付け説、婚姻成立を目的とする一種の贈与であるとする、贈与説、婚姻成立を解除条件とする付け贈与であるとする、解除条件付け贈与説、接中説が対立するが、上のように判例は贈与説をとる。 結納はその目的たる婚姻が成立すれば、返還は問題とはならない。婚姻は届け出のある場合に限らず、事実上の婚姻関係の成立で足りる。一方、結納など、婚姻の成立を最終目的として授受,受された金品は、その婚姻が不成立となれば不当利得となり、返還義務を生じる。事実上の夫婦関係の成立が認められない場合は、返還義務を生じる。 双方の合意解消の場合、格当事者は返還義務を負うことになる。一方的な解消の場合には、解消について攻めを返すべき者は、返還義務を免れず、また、相手方に対する返還請求についても否定される。ありがとうございます。